山口敏太郎です。今日のユーマー図鑑はですね、伊香保温泉十字について説明したいと思います。これは私の長年の友人である箱峰子さんという女性の漫画家で、竹書房さんの芸能ズキュン、本当にあったいっぱいな話、芸能ズキュンでこんな死に方は嫌だという連載をしている方でね、もうずいぶん前から、家族ぐるみのお付き合いしています。その箱さんがですね、2006年かなの正月に、まあ、お父さんが住まれている伊香保温泉の郊外で捉えた妙な写真という、で、まあ地元住民の間ではね、夜変な獣みたいなやつが出てるねと、で猿とも言えない鳥とも言えないといろんな説が出ていて、そういうわけのわからん獣が出てるから、その獣の足跡じゃないかという変な三本指の足跡をつけて箱峰子さんがまあシャッターを切ったと。それでまあ彼女はですね、そういう化け物系の漫画を描いてるわけでもなくてですね、単なる普通のギャグ4個がいたのを描いてる人なんで、熱動でもありえないし、非常にアナログでパソコンも十分に使えないような割とアナログタイプの女性なんで、偽造、フォトショーで偽造ということもありえないと。でまあ2006年の正月にそれを受け取って、これは何かなってしばらく悩んでたんですね。ただどう見ても鹿でも猿でもないと。で三本指ってこれなんだっていうふうに思ったんですけども、まあちょっと彼女の場合も考えられない、今年の過去も考えられない、じゃあ 何らかの危険生物が出てるんじゃないかなというふうに思いましてですね、東京スポーツの M デスク、今 M さんデスクになってますけども、 M さんに相談をしたところ、これ面白いですねということで、その年の4月に掲載された。で不幸なことに4月1日に掲載されたんで、このユーマの存在がインチキだと思われてるんですね。それが非常に残念でしょうがないんですけども、実際にあった事件ですね。でしばらく調べてはいたんですが、続報はなかったんですね。そのなんだか猿だか鳥だか分かんない謎の怪物というのがどうも伊香保温泉の周辺にいるらしいと。実はその箱峰子さんが写真撮影をした現場から、まあちょっと、まあ、車で、まあ10分20分ぐらいかな離れた場所で、また新たな目撃談があったというふうな情報が寄せられたんですね。これまた読者の方が寄せてくれたんですけども、まあ、年配の方は非常に真面目な方なんですが、2000年代初頭、まあ、2002年か3年ぐらいだったと思うんですから、まあ、箱さんの撮影よりか前なんですけども、まあ、ある森林地帯を歩いていたと。森林の真ん中にこう、まあ、沼というかね、湖というかものがあったと。その間に人が立てたと。で思わず、あ、こんにちはみたいな声をかけてしまったところ、返事がないと。今度は不愛想な人だなと思っていると、振り返ったケムクジャラの猿だったというんですね。二足歩行の猿が立っていた。でもうびっくりしますね。もうチンパンジーとゴリラが日本にいるわけないし、日本猿したらこんな巨大なやつはいないから、もうびっくりしていると、まあ、人と同じぐらいのサイズ、150-160cmあるようなその二足歩行の巨大な類人猿は、まあそそくさと逃げていったという情報があったんですね。だからね、伊香保温泉周辺に何かそういうケムクジャラの猿のような得体の知れない生物がいるんじゃないかという気がしますね。実を言うと、仙台の郊外でも巨大なニホンザルが目撃されていて、脳下垂体の異常によって巨大化したニホンザルじゃないかなというふうに言われています。確かに我々人類は170とかね、180センチぐらいですけども、例えばアスリートでいうとチェ・ホンマン選手とか、日本のプロレスラーでいうとジャイアント馬場選手とか、非常に2メーター、ね、以上優に超える人がざらにいますよね。まあ、そういう、ね、2メーターを超えるような猿がいた場合ですね、伊香保温泉住人として見られることはあるんじゃないかなというふうな感じがします。で、まあ、これ実際伊香保温泉のどの現場で出たかというのはもう細かい住所も分かっていて、その森林地帯の住所も分かっているんですが、ちょっと近隣の人が苦笑で怖がってるし嫌がってるので、住所の公表は僕の方では抑えています。ただ伊香保温泉周辺のこういったなんか二足歩行している巨大な猿、まあチンパンジーなのかオランウータンなのかゴリラなのか、あるいは、日本猿の巨大化した個体なのか分かりませんけども、そういった二足歩行の猿の情報があればぜひ寄せてください。今後もこのですね、伊香保温泉周辺に生息すると思われるこの怪しい十字に関しては調査を継続していきたいと思っています。まあ、ちょっとね、僕はね、新聞に掲載するときに伊香保温泉十字の人ちょっと面白くつけてしまったところがあって、ちょっと非常に色物扱いされているユーマなんですが、
まあ、あの目撃情報そのものは本当にあったと、あの断言してもいい事件ですので、あの事件そのものは固い話です。ですから今後ともちょっと注目していきたいなと思っています。でこのような巨大な獣人というのはですね、実を言うと九州北部でも目撃されてまして、これまたあの著名人というかですね、ある分野の専門家の、生物に関する専門家の人たちが目撃してるんですね。これもいずれまたこのコーナーでお知らせしたいと思います。伊香保温泉獣人です。それと最後にですね、まあこれですね、怪奇不思議コレクション、これ7月1日から8月31日までやってます。山口敏太の怪奇不思議コレクション、愛知県犬山市でやってますね。名古屋から大体まあ30分ぐらいですね。その城下町の堀部邸という屋敷でやってますね。あの犬山城という、まあ、あの論文の敦さんが宣伝大使やってる古いお城があるんですね。信長公とか秀吉公、家康公ね、がみんな当時登ったまんま残ってるんですね。そこの、城下町の中で堀部邸という、まあ、150年ぐらい経ってる武家屋敷があるんです。そこの、一角2階を使って展示やってます。チュパカブラのミイラ、ジャッカローブの剥製、これトースポにも出ましたね。土の子の星首、平安時代使えたガチの呪いの人形、瞬きする生き人形、一人で動く鬼の像、霊魂の宿る軍服、夜中に割る笑い面、これ笑い面、呪い面の相方なんですね。呪い面と一緒に置いておくと非常に呪い面がおとなしくなるという、こっちは夜中に笑う笑い面ですね。このような不思議な僕のコレクションがですね、まあ大体百数十点ぐらい展示しております。あまり公開されることのない機会がないんで、ぜひ見てくださいということです。入場料非常に安くなってます。500円です。ぜひ皆さん来てですね、楽しんでいただければと思っております。ということで、今回のユーマ図鑑はですね、伊香保温泉獣人について、解説しました。以上です。